こんにちは、プロドリフチャンネルです。水やり上手になる7か条その6、じょうろの蓮口は植物の種類、葉の大きさによって変える。例えばこれぐらい大きな葉っぱの植物、このように水をやっても全く株元には染みません。なので水やった気持ちだけということなので、このように大きな葉っぱの植物は株元に蓮口を外して、それでしっかりと水をやるということです。まあ、ちっちゃい葉っぱとか柔らかい葉っぱの時は蓮口はつけておいた方がいいんですけれども、大きな葉っぱだとこのままやるとみんな水弾いてしまいます。ですからしっかりと株元だけ狙って水はやってください。そのようにしないと水毎日やってるのに全然元気なくてというようなこともあるので、その辺気をつけて水やりはしてくださいね。